こんばんは、日常演舞です。本日はじゃあボスカウニパスタというパスタデリバリーの4品を食べてみたいと思います。こちらピザハットのグループ会社なんですよね。なのでピザハットのお店がデリバリーできる場所にあれば、場所によっては取り扱っているところもあるみたいです。絶対じゃないみたいなんですよね。で今日食べていくのはエビのトマールトマトクリーム、セミドライトマトのジェノベーゼ、4種チーズのボロネーゼ、ピリ辛ベーコンアラビアータの全4種類。どれがどれなのかは見た目ではわからないんですけど、どれも気になりますね。ではまずはこちらのパスタから食べていきます。いわゆる麺タイプではなくチェーン麺タイプですね。緑があるってことはこれがジェノベーゼか。では早速ニンニクの香りがしてきた。やっぱりジェノベーゼだと思いますけど、どうなのかな。ではいただきます。あら、今回いつもと音が違う気がするんだけど、このせいかしら。実は気のせいじゃなくて気づかれてた。ちょっとカメラ撮影時にマイクの設定ミスって、というより接続を忘れてて、いつもと違う音になってる。だけどしっかり食レポはしていてよ。パスタときっと自分はやっぱりあのつぶつぶつぶってやるのを想像してたんだけど、トスカーニパスタは違うね。何が違うかっていうと、それは食感と形。まあどちらかというとパスタっていうよりはあれに近いな。まあ何に近いかは味も含めてこの後詳細にレビューしていくね。それでは、ごちそうさまでした。まず最初に食べたのは、緑色があったこともあった通りジェノベーゼでした。バジルのほのかな香りと口の中で噛んだ瞬間にジュワッと広がってくるトマトの甘酸っぱさがよく合っていて美味しかったです。次に食べたのはピリ辛ベーコンアラビアタなんですよ。ピリ辛っていう割には結構辛さなくて、ピリピリくるっていうような舌の刺激があって美味しかった。次に食べたエビのオマールトマトクリームは、まったりとしたクリームソースが口の中でとろーっと広がってきて、トマトの甘酸っぱさをうまく広げてくれました。最後に食べた4種チーズのボロネーゼは、濃厚なチーズのうまみをたっぷり感じられて美味しかった。今回食べた中だと4種チーズのボロネーゼがチーズのコクとうまみを一番感じられて好みだったかなと思いましたので、代表として4点とさせていただきます。では格好かな、少女追っても報われぬ、いやサザエさんじゃないんです。というわけで本日はトスカーニパスタのパスタ4種類を食べてみた動画でしたが、あなたは何か気になった商品ありますか？ペンネの感想を言うのを忘れてました。どのペンネも結構歯ごたえがあって、いわゆるツラツラとすする麺タイプのパスタとはまた違った美味しさがありました。ただ食べた感じはパスタというよりはマカロニに近くて、どちらかというとソースよりもグラタンのようにして食べた方が良かったかもと若干思ってしまいました。そう考えるとマカロニもパスタの一種だって、どうだったかな。では改めまして、本日はトスカーニパスタの4種類を食べてみた動画でした。あなたは何か気になった商品ありますか？もしあったのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。